キュンキュン、トンデカスミラサキ、ラジオ川越編。皆さん、こんばんは。水崎たまきです。一週間ぶりのご無沙汰ですね。今日は、先週4月の20日土曜日に行われた、ユープレス第2回餃子万博の様子をご紹介する予定です。去年第1回のイベントの時には我が番組のスポンサー港屋食堂さんを自ら手伝おうというボランティアのメンバーたちがたくさん集まって、そしてイベントを一緒になって盛り立てていたんですね。で、あまりにもその様子がね、本当にみんなまるで学生時代の文化祭じゃないんですけれども、大人の文化祭ですかね、要はね。まあそんな様子がね、本当に見ていて気持ちよかったので、皆さんにね、インタビューを取って、この番組内でお伝えしたんですね。そうしたらば、とても楽しいムードが伝わってくるいいイベントだったね、と、まあ、ご感想いただいたことから、今年もぜひあれやって、たまちゃんと皆さんに言われていたんです。で、実際それをやるつもりだったんですが、どうしたことでしょうっていうね、ハプニングが起こっちゃったんですよ。と言いますのも、今年もね、忙しい合間を縫って、まあ、録音していたんですけれども、なんとね、一番大事なイベント中の音声だけが不具合なんですよ。ゴミ箱にもないんですよ。もうこれ、途中つどつど確認してちゃんと撮れていることを見ながら、波形を見ながら、皆さんから声もらってたのに、もうどんな失態をしてしまいました。ですからね、楽しみにしてくださっていた皆さん、本当にすいません。ちょっとね、去年のようなイベント中のムードは正直伝えられないんですけれども、それでもね、なんとか残っていた音声をつないでつないで、私の語りと残された音声だけで言い訳じみてますね。相当言い訳じみてますよみんなに怒られないといいんですけれどもね。うん、でもなんとかうまく編集してお伝えしたいと思います。ということで、今日は餃子万博第2回の様子、どうぞ楽しんで聞いてくれたら嬉しいです。それでは早速参りましょう。キュンキュン、飛んで霞が関、ラジオ川越編。この番組は港屋食堂と日本セフティエンジニア株式会社、セフティグループホールディングス株式会社、霞の生んたの提供でお送りします。改めまして、水玉こと水崎たまきです。今日は先週4月の20日に行われた第2回ユープレス餃子万博の様子お伝えいたしますけれども、この日はね、もう朝からみんな大活躍でした。やはりお店のね、店主の清さん、そして朝からね、仕込みやパック詰めやらを手伝ってくれた方は一番早い方で4時から活動してました。うん、そしてまたそれとは別に会場にね、8時半から9時ぐらいに続いて設営、時を同じくしていろいろな小道具ですとか、あとは大切なね、餃子を持ってくる運搬の方、もう全ての人たちが半分けをされてね本当にまさに文化祭ですよね。そう、クラス長清さんのもとね、同時進行で行われていたわけです。本来でしたらイベント始めと終わりには清さんに来ていただきたいところではあったんですが、何せ去年はですね、出せばもう飛ぶように売れてしまった餃子なんですよね。ですから清さんは朝からもう焼きに徹するということで、イベント終わりぐらいにしか来ないということが決まってました。で、霞会の恒例というと、みんなで乾杯をしたりとか、拍手をしてエールを称え合ったりとか、まあ、そういったことがね、みんなでこう気持ちの士気を上げていくということが恒例ではあるんですが、この日もじゃあ清さんがいない中でどうしようかといったところ、清さんからこんな案が出て、この方にその
大きな役目をね任されたわけです。では早速その朝の様子から聞いていただきましょう。当日は風も強く、また大きな通りの目の前ですから車通りですとかちょっと聞き取りにくいところもあるんですが、そこはご容赦ください。それでは早速どうぞ。去年ねすごい恥ずかしいみんなでおーとかやったんですよ、昭和のノリで。でもそれが意外に盛り上がったので、雪乃にやってくださいと言われましたので。じゃあ雪乃のことで、はい、あの今年は AAO でいくそうです。それでは私がそれではと言ったら AAO をお願いします。はい、AAO でいく。では今日はピアさんが心を込めて作ってくださった餃子を私たちも心を込めてお客さんに届けたいと思います。はい、皆さんにとってもいい一日になりますように。それでは AAO。そして何度も言い訳がましいのですが、オープニングで話した通り消えてしまった謎のデータの中でこの方のインタビューだけが残っておりました。せっかくですからね、聞いていただきましょう。登場してくれるのは霞ヶ関、そして最近では上福岡でも活動しておりますシンガーソングライター中正弘さんです。さあ今日は朝一番乗りで設営を全て一人でやってくれた中さんにお話を聞きたいと思います。中さん、これから始まるところですけれども、はい、どう思ってますか今年は。あ、そうですね、もうなんかちょっとね去年より場所も変わって、うん、でもその分スタッフさんとかね、いろいろ増えたし、うん、こう今年去年以上に盛り上がるんじゃないかなって思ってます、うん、そうですね。じゃあちょっとね、あの、はい、この後ライブも控えているそうですが撮影も控えているそうですが、可能な限り楽しんで販売もしていってください、ね、はい、写真とかも撮ったので、ね、そうですね、ぜひぜひ。じゃあ今年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな風にしてイベントは開始しました。今年の感想としては、まあ、場所がねちょっと去年よりも随分と入り口寄りだったんですね。去年はねお客さんが一通り見終わってそれから選べるというような位置だったんですが、もうね駅から来ると階段を降りてすぐの場所にいたので、試食はね確かに皆さん興味を持ってたくさん食べてくださったりね、あとは振り向いてどこの餃子なのなんて質問してくださったんですが、やっぱり皆さんね一通り見てから買いたいなんてお客様も多くて、即購入には去年ほどはねつながらなかったんですね。出だしとしては少し渋い展開になりそうな、あ、どうしようこのままだとちょっと苦戦するかななんて嫌な予感が一瞬漂いました。ですが会場がねお客さんでいっぱいになると、というかいっぱいになる前からみんなはもうそれぞれ大きな声を出して港屋に呼び込もう呼び込もうとしてね、去年を知ってる方はいいんですけれども今年初参戦のお店の方なんかはねびっくりされていました。一緒に接客している売り子さんをやっていた私たちとしてもね、仲間の声でお客さんの声が聞こえないのでググッとこうもう一度お願いしますってこうお客さんの方に身を乗り出すほどだったんですね。ですから元気なのはいいけど皆さんボリュームをマイナス2でお願いしますなんて言いながらね、うまくコントロールしながらみんなで笑い合いながら楽しく販売を開始しました。だいたいお昼少しぐらい前でしたかね、ようやくねわーっと会場が一時的に賑わいました。当日川越では実はたくさんのイベントがね同時に開催されていたので、もしかしたらお客さんが分散してしまっていたのかもしれません。そんなお客様たちが一気にねUプレイスに押しかけたので熱気がすごかったです。そうなると皆さんねマイナス2にしていた呼び込みの声をフルマックスで叫んでいました。もうお店の名前をね連呼する人もいれば、お一人お一人に語りかけるようにこの港屋餃子の美味しさをアピールする人もいたり、それから
もちろん販売の人も試食を手伝ってくれた女性陣もね、本当に見事なチームプレーで頑張ってくれましたよ。そこからあれよあれよという間に餃子は売れていき、補充を2回ほどしましたけれども、なんとか無事にイベント終了の3時少し前には全て完売することができました。ひとえにね、お店を応援してくださる皆さんのおかげだと思っています。たくさん餃子を買ってくださった方、声をかけてくださった方、改めて本当にありがとうございました。餃子が完売した暁にはやはりね、霞ヶ谷特有のうわーってみんなでコールをしたりとか拍手をしたりとかね、喜びの舞い踊りましたけれども、その後は去年大好評だったこれの写真撮影会が行われました。なんと川越スタイルでおなじみの石川さんを大胆にも呼び寄せてまで集合写真を撮ってもらうというねみんなの結束や絆を感じられた私たちにとっても思い出深いイベントとなりました。今日は先週4月の20日に行われた第2回ユープレイス餃子万博の様子お伝えいたしますけれども、当日は残ってくれた数人が集まって少し反省会をいたしました。まあ、軽く乾杯もしたんですけれどもね、今日はそちらを聞いていただければと思います。こういうものってね、自分が出ている時には嬉しいんですけれども、他の人がね盛り上がってる様子を喋るのってちょっとね、うちはノリじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、聞いていただくと分かる通り、皆さん一人一人に意見を聞いていく、その後半にはね、だんだんと来年はこんな風にしていったらいいんじゃないかという課題や提案なんかも実は出てきたんですね。我々だけが盛り上がるのではなくて、餃子イベント自体を我々も底上げ的に協力していこうという、そんな流れになりました。インタビューに答えてくださった中には、つい最近お店を知ることになって、でも今日お手伝いしたんですっていう方もいらっしゃるんです。ですからこれを聞いてね、我々緑の T シャツ軍団に来年は加わりたいななんていう人も、ぜひね、港屋食堂さんを訪れて私たちとお友達になっていただけるようなね、そんな流れを今後期待して、まああえて皆さんに聞いていただきたいと思います。手前味噌ではありますが、ぜひ聞いてください。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。乾杯。水玉さん司会でお願いします。ありがとうございます。まさにおっしゃっていただいた通り、第2回餃子万博大成功ということで、皆様お疲れ様でございました。皆さんありがとう。みなとやしょくの宇宙人、ありがとうございます。お疲れ様でした。キヨさんありがとう。もう皆さんお一人一人の活躍によって、なんとか餃子も全部完売し、売り上げも去年の倍以上、わかんないけど、倍までいかないのかな、わかんないけれども、まあ、去年よりは行ったと、すごい。本当にね、皆さんのねお力のおかげだと思います。一言ずつご感想を聞いていきたいと思います。まずはじゃあ栗さん。栗さん、参加できたことが本当に私の喜びです。で、皆さんに会えたことと、キヨさんの作った餃子がこんなにいっぱい広まったこと、もう最高だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、一方でお客さんとして来てくださったジュンさんにもね、お話聞いてみたいと思います。改めて餃子万博終わってみてどうでしたか、お客さんの立場として。そうですね、今日お客さんでちょっと寄らせてもらったんですけど、やっぱり港屋さんのニンニク餃子、もうウキウキだと思います。ねえ、ごちそうさまです。いや、たくさん2個も買ってくださった、ね、そうですね、ありがとうございました。また次は、
お店のお手伝いかな。そうですね、まあ、今日もねちょっとカメラマンとしてちょっと入らせてもらって、ね、まあ、来年も機会があれば、いろいろお手伝いさせていただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして面白い声かけでね、お客さんにねいっぱいアピールしてくれたほのぴーです。どうでしたか今日一日。今日初めて参加させていただいたんですけども、うん、初めてなんでちゃんとできるかどうか不安だったんですけど、やっぱり素敵な仲間たちの支えがあって無事終えることができてよかったです。すごい皆さん優しくてそれに恵まれてるなっていう自分にありがとうございますって一言ですよね、皆さんに。こちらこそありがとうございますですよね。港屋さんの美味しい餃子食べられてこんな仲間に恵まれてることもすごい幸せで嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそです。もう絶対公開させませんとか言ってましたからね。ねえ。なんかいいフレーズないかなっていろいろ頭の中で考えながら。いやいや、あれ聞いたと思いますよ。ありがとうございました。お疲れ様です。そして試食に、あとは接客にとね、いろいろ頑張ってくださった泉さん、改めてお疲れ様でございます。お疲れ様でした。どうでしたか今日一日を終えてみて。そうですね、だから2年前に越してきて全然友達もいなかったんですけど、こういうなんか港屋さんを通じて友達とか仲間ができて、なんかこう自分のなんか住む町っていう風に思えたので、うんうん、本当に楽しい一日でした。ありがとうございました。よかった、ありがとうございました。来年も、はい、それが今、はい、一緒にね、はい、来年 T シャツもちゃんとお願いいたします。はい、さあ、そしてその隣には林さん、朝から焼きに、それから運搬にと、本当にお疲れ様でございました。お疲れ様でした。どうでしたか今年終えてみて。そうですね、去年経験してて、お手伝いする立場としてはね、全然不安はなかったんですけど、まあ、とりあえず企業さんのね、やっぱり綿密だっていうかね、きめ細かなね、多分計画が相当練ってらっしゃったと思うし、まあ、それを邪魔しないようにでもなんかお力になれたらなーなんていう気持ちで、今年もたくさんいろんなことを教えていただいて、私もすごい勉強になったし、何よりもすごいいいですよね、この港屋さんの存在ってすごくないんですよね、なかなかね、なんか皆さんにやっぱり会えてすごい良かったなと思います。ありがとうございます。いや、熱い思いを聞かせてくださってありがとうございました。その隣にいる高木さん、今日というかですね、ニンニク餃子を食べて気に入ってなかったら、また店に来てなかったと思うと、不思議な縁だなと思って、今日高木さんには珍しくって言ったら失礼かもしれませんが、声かけをね一生懸命なさってくださってたりして、もう手伝いだと楽ですよね。自分のも売るってなると難しいけど、人のもってもう制限なく言えますよね、なんかね。ねえ、楽しそうにやってたのがとっても印象的でした。楽しそうに見えたんですか。それは良かったです。なんか喉痛いですね。明日頑張ったかし。喉が痛いかもしれない。いやでも本当今日は一日お疲れ様でございました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。そしてね、意外な頑張りを見せてくださって言ったらとっても失礼なんですが、あわちゃんがね一生懸命お客様にまるでキャッチのように話しかけてくださってたんですよ。どうでしたかあわちゃん。最初運搬担当をやらせていただこうと思ったんですけれども、うん、いつの間にか売り子をやるようにということで、それなりに頑張んなきゃいけないと思って、まあ、やったつもりなんですけれども、期待に沿えたかどうかわからないなと、ちょっと無理やりだったんで押し売りって思われたら嫌だなと思ってますけれども。そんなことないです。もうこれからあわちゃんの意外な一面見えたのでね、はい、どんどん前に出ていろいろとやっていただきたいかなと思いました。はい、頑張ります。ありがとうございました。お疲れ様でした。そして岡さん、今日は会計としてね、守りをがっちり固めてくださいました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。他の店とか見てると結構行列とかできてて、ちょっと最初はちょっと本当不安なところもあったんですけども、最終的に終わってみると結構大盛況に終わって大成功だったなっていうふうに思うし、宮戸屋と出会ってまだ私も浅いんですけども、いろいろイベント参加させていただいてて、まあ、これからもなんかぜひこういう機会があればちょっとでも手伝いさせていただいて、力になれればなと思います。よろしくお願いします。
ノブさん、元気印のノブさん、今日どうでしたか、今年の万博は。港屋さんってたくさんのね、地域の人、お店のね、ファンに支えられてるんで、私はちょっと一歩ね、引いて初めて来るお客さんとか周りの店舗さんと港屋さんつなげたらいいなと思って、港屋さんの店舗から離れてずっと徘徊してたんですけど、だんだんイベントの後半になるにつれてね、信頼関係ができてきて、他店舗の店長さんとか声かけしてくれるようになって、売り上げどうですか、お客さんの入れどうですかっていう話をさせていただいて、ね、やっぱりイベントの魅力って自分の店をね、売り上げばっかりじゃなくて横のつながりを作っていく、で、まあ、新しいね、港屋さんのファンを作っていくっていう意味合いもあると思うんで、いろんな話をできたんで、まあ、後日ね、それをキヨさんとか皆さんにも伝えてね、たくさんの人にね、愛される港屋食堂であり、この緩いつながりがね、港屋食堂であり霞会のね、いいとこなんだなって改めて認識できたんで、今後とも関わりたいと思いますので今日は皆さん本当にどうもありがとうございました。楽しかったです、楽しかったです、最高です。そして大きな声とはまた違って、餃子の特徴とかお店の特徴一生懸命アピールしてくれてたジャックさんです。あ、どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。今年はどうでしたか、去年と違って。あ、そうですね、午前中とか見てても人の流れがちょっと違ってたんで、あ、どうなのかなっていう不安からがちょっと最初はねあったんですけど、でも気がついたらもう去年と同じか、もおそらく見てる限り倍以上売れたっていうことで、まあ、これ本当、まあ、自分だけじゃなくって本当皆さんの力だと思うんで、なんかみんなで力合わせてなんかやっていけるっていうのはすごく改めていいもんだなっていうふうに感じました。まあ、またこれからもいろいろ、うん、こういうようなイベントがあったら自分も関われていけたらいいなと思いました。ありがとうございます。お疲れ様でした。来年もね、またあったら盛り上がりましょう。さあ、そして長嶋さん、どうですか、最初は運搬役のはずだったけれども、そうそうそう、長いこと接客を頑張ってくださいましたね。そう、運搬と売り子と声出しを最終的にはやったということで、うん、イレギュラーのことありましたけども、すごく前よりもね、もっと盛り上がってたような気がしますんで、良かったと思います。出し切りましたか、力は。ちょっとね、出し切ったと思います。あ、よかったです、はい、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、そしてさすがお坊さんだけに声がうるさいとなんだそれ、みんなに言われていた奥野さんです。はい、どうも。今年はちょっとね、出だしが怖かったんですよ。お客足が悪かったのと、うん、まあちょっとどうなることやると一時思ったんですけど、なんとか売り切ったからね、まあ、ほっとしたんですけど、まあちょっと2つ嬉しかったことがあります。はい、1つはですね、ブースの前に立ってて階段を降りてきて一直線に港屋のブースに行った人が何人かいたんです。うわ、すごいな。なんか、いや、それはなんか我々の関係者というか知り合いとかじゃない人が何人かいたんです。実直線にそのまま行った人がいて、おーと思って少し嬉しくなりました。あと前のブースの店舗の人、結構列ができてたんですけど、で子供とかがなんかすごく気になってたみたいで、その待ってる間に買いに来てくれたっていうのがあったんですよ。うん、まあ、子供パパパっつってて、うん、それも何人かいました。我々のうるさいコールが心を動かしたのかなと思っております。こんな感じかな。うん、なんか駐車場まで声が届いたとかっていうのを誰かさんから聞いたので、そんなに声が出てたのかなっていう、わかんないんですけど。まあまあ、ちょっとやかましいぐらいになったかもしれないですけど、前の店舗のね、人もね、苦笑いしてるという感じでした。はい、また次やるときはやってみたいかなと思います。はい、奥野さんのおかげですよ。はい、そうだ、ありがとうございました。今日だけは褒めておいておきたいと思います。さあ、そして最後にね、キヨさん、改めて皆さんに一言。キヨさん、日本一ありがとう。皆さん、ね、本当に濃い悲しな、ね、ながら港屋のね、餃子を売ってくれてありがとうございました。私もね、4時ぐらいから焼き始めて、で、そして完売ということでね、そして量も去年の倍という感じで出させてもらいましたが、本当に完売で、本当に皆さんあっての、港屋です。これからもよろしくお願いします。
かがでしたか？やはり楽しい楽しいだけでは終わらないところが霞ヶ谷のいいところかもしれません。自分たちだけが盛り上がって得をするのではなくて、来年はもう少し横のつながりを大切にしていきたい。みんなは口々にそう言っていました。声を大きく張り上げるだけが緑の T シャツ軍団じゃないぞというところをね、来年は違った形で少しアピール、そしてイベントを盛り上げていけたらと思っています。どうぞご期待ください。さあ今日もエンディングの時間が近づいてまいりました。もうね、何よりもイベント中の霞人たちの盛り上げをね聞いていただきたかったんですよ。そしてその合間合間でね、これからこんな風に頑張ります、残りの時間なんて話してくれたね、頼もしい声もお聞きいただきたかったんですが、なぜか最近ね、私の周りでは電気系統に関するトラブルが多いんですよ。特に放送に関して、今回のこのデータ消失もそうですし、生放送の方でもね、私が携わる回でバチッとね、何かノイズのようなものとともに音声が入らなくなるとかね、あとは消えてしまうとかっていうことがあって、なんか私今悪いものがついてるんじゃないかと思って怖くなってきちゃいました。なんかそういう方面見える方いたらちょっと見てください。あんまりこういうこと言うと良くないのかな。まあそれは冗談としても、今日は餃子万博報告会一色となりました。イベントに参加できなかった方、そして特に餃子万博興味がなかったという方はね、ちょっとね寂しい会になってしまったかもしれませんけれども、次からはまた気持ちを切り替えて皆さんに楽しんでいただけるような、そして皆さんに聞いていただきたい情報などもお届けする予定でいます。どうぞ次回もお楽しみに。ここまでは水崎たまきがお届けしました。それでは今日は餃子万博で私たちのブースに差し入れをしてくれた港屋食堂応援団仲間の片桐陽介さんの曲を聴きながらお別れしましょう。片桐陽介で地球はアミューズメントパーク。キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編。この番組は港屋食堂と日本セフティエンジニア株式会社、セフティグループホールディングス株式会社、霞のナマンタの提供でお送りしました。今はI'm gonna let you